ご視聴ありがとうございます。トロピオツコです。というわけで今回は機械兵団の進軍の新カードを使ったデッキを8つご紹介していきたいと思います。新しいメカニズムであるバトルや培養の他にも強力なコンボやシナジーを作り出す面白いカードもねたくさんあるので、まあ、それらに、ね、注目して今回はデッキを組んでみました。というわけで早速やっていきましょう。まず最初に紹介するのはファイレクシャン。今期のスタンダードでは続々とファイレクシャンの頭数が増えてきましたが、機械兵団の進軍でかなりデッキが引き締まってきたと思います。一番の注目は生体融合の解体者。ファイレクシャンを全体強化してくれるほか、場に出た時にも全体に100を与えるので攻撃を通しやすくしてくれます。しかも墓地から帰ってくる嬉しい効果付き。もちろんこれまで登場したファイレクシャンも強力。除去から守るリハンダにスクレルブはもちろん、戦闘ダメージを通すと手札補助をしてくれるヨーグモスのホーム艦ギックス、クリーチャーの死亡時に2点ドレインをしてくれる処刑者の俗称ブラーン、除去機能を持ち高タフネスでやられにくい別艦の保証などなど隙のない構成。そしてこのデッキ一番のおすすめポイントは、土地以外全て来期のスタンダードでも使えるということ。ローテーション後も長く遊べるファイレクシャンをぜひお試しあれ。続いてはアブザンレジェンズ。白黒緑の優秀な伝説のクリーチャーを組み合わせたグッドスタッフデッキです。白黒緑のクリーチャーはスレーベンの守護者サリアや選定された平和の番人など場に残ればかなりの制圧力を誇るクリーチャーたちが揃っていますが、今のスタンダードは除去もそれなりに強いのが厳しいところ。しかし同様に除去から守るカードも多いのが白黒緑のカラー。リハンダにスクレルブをはじめとして死亡時に自分を身代わりにして墓地から蘇らせる生ける治療メリーラ、呪言と破壊符の与えるタイバーの抵抗などでそれらを守ります。そして今回加わった注目のタッグカードがドラーナとリンバーラ、そしてサリアとギトラグの怪物です。ドラーナとリンバーラは相手のクリーチャーの起動型能力を封じることができるので、税血の収穫者などの汎用生物を封じることができちゃいます。逆に相手の起動型能力を奪うこともできるためカウンターをお見舞い。サリアとギトラグの怪物は先制攻撃接種という戦闘最強能力に加え、相手の基本でない土地やクリーチャーをタップインさせるので、守ったり呪文を唱えるタイミングを一旦ずらすことができます。そして相手がモジモジしている間に強力なクリーチャーでライフをゼロにしちゃいましょう。サリアとギトラグの怪物をもっと活かしたいなら2マナのマナクリーチャーを採用して一旦早く着地させてみるのもいいと思います。続いてはイゼット加冠です。加冠デッキには新戦力のクリーチャーとして呪文槍の剣羅が加入しました。果敢に加えてトランプルを持っていることで相手の計算を狂わせる動きがしやすいです。またマナに余裕があるときは変身することでトランプル5方に果敢果敢の33という超スペック生物に、また再録された召集呪文かきたてる炎も強力。第3の道の偶像破壊者でクリーチャーを並べていけば軽く唱えながら第2第3の行動も取りやすくなります。そしてナヒリの戦争術はプレイヤーには飛びませんが5点火力で余剰分のダメージをアドバンテージに変換できるので、さらに果敢を誘発させやすく強力。目視力ショールドレッドも倒せるのがめちゃくちゃ嬉しい。今回は採用していませんが、他にもプレイヤーへの本体火力としてレガーサへの進行を使ったり、ウラブラスクで変身を狙ったり、微風の歌い手で飛行を与えるのも面白いと思います。続いてはバトル B1。 パレリアコンバットで使用したバトルと完全なる統一のシナジーに注目したデッキ。バトルは守備カウンターが乗った状態で場に出るので、完全なる統一がある状態で場に出れば守備カウンターの数だけダメージを飛ばせます。バトルを出して相手のクリーチャーを焼きながらバトルを倒してさらなる優位につなげましょう。このデッキを支えているのがタケリクルー猛竜。4マナ44トランプル速攻に加え3マナでパワーアップできる能力と戦闘ダメージを通すと、その分バトルやプレインゾーカーにも同じ分だけダメージを追加で与えます。相手のライフを攻めながらバトルを倒せるのでテンポもいいカードであるところが魅力。収穫祭の襲撃で完全なる統一とバトル両方倍に出せれば宇宙です。続いてはバイオハザード。こちらも新スタン対戦動画で使用したデッキ。コンセプトとしては培養でトークンを生み出しながら各種除去や粘り強いクリーチャーたちでコントロールしていくことを目指します。培養と特に相性がいいのが肉体の裏切り者テゼレット。錠剤型能力として各ターン最初のアーティファクトの起動型能力が2マナ軽くなるため、培養トークンを各ターンそれぞれ1回タダで変身させることができちゃうんです。マイナス2能力もそのサイズを44にできるので培養メカニズムとは相性抜群。もしテゼレットがいなくてもマイトストーン、ウィークストーンのマナ能力も使えますし、できるだけ培養できるタイミングを作る構成になっています。そしてこのデッキのエースが金属の徒党の種子ダメで、クリーチャーでない呪文を唱えると培養できるので生き残れば何度も培養可能。またトークン生成クリーチャーを採用していると全体除去を打った時に全て流れてしまうというジレンマが発生していたんですが、培養機トークンをクリーチャー化しなければ流れるのは本体だけなので
リセットした後も攻撃手段を残すことができます。ちなみに動画とリストが若干違い、決定的瞬間を実験的占いに変更しています。続いては秀嗣爆発。話題となった秀嗣と乖離、爆発的得意性を使用したコンボデッキを作ってみました。秀嗣と乖離は死亡した時にデッキトップをめくり、このカードのマナ総量分だけライフルーズさせる効果を持ちますが、インスタントがソーサリーであればそれをタダで唱えることが可能です。死亡誘発で爆発的得意性をめくれば、秀嗣と乖離の効果で10点、爆発的得意性で10点の合計20点バーン。問題はどのように2枚をうまいこと揃えるかというところなんですが、まず秀嗣と乖離の死亡誘発を効果的に使うために能動的に死亡させる効果を多く用意しています。1つ目が共同魂の刃で、出た時にレベルトークンが秀嗣の乖離のコピーになってくれるので自動的に死亡誘発を起こすことができます。また王国の未亡人アヤーラもタップ能力で避けることができる上に、避けたカードのマナコスト分だけダメージを与えられるため、仮に爆発的特異性がめくれなくても大ダメージが見込めます。ギックスの残虐もこのデッキには嬉しい効果が揃っており、2章で爆発的特異性をサーチして、3章で墓地の秀嗣の乖離をリアニメートすれば一気に準備ができちゃいます。ロマンコンボではありますが、コンボが決まらなくてもしっかり戦えるプランがあります。他にもアーボーグのラッドラビックを使ってみるのも面白いかもしれませんね。続いてはモダンのデッキ、バラル予言です。このデッキではバラルとカーリゼブが主役です。たくさん初めてインスタントソーサリーを唱えるたびに、それと共通のカードタイプのカードでマナ総量がそれよりも小さいカードを手札からタダで唱えることができるというカード。この効果によりソーサリーを唱えればマナコストを持たない待機呪文も軽く唱えることができちゃいます。もともと同じような効果を生かすカードとして予言によりや雷電支配がありました。しかし今のところは残念ながらあまり活躍しているとは言えません。そこに追加で現れた新戦力、バラルとカーリゼブを組み合わせたのがバラル予言です。バラルとカーリゼブはそのスペックでも稲妻で焼けなかったり、先制攻撃で意外と硬かったり、なかなかに強力。モダンでは待機呪文を悪用するデッキは多いですが、新しい待機踏み出しデッキとして活躍できるのか注目したいですね。続いてはモダンのカウンターフェアリー。従来のカウンターモンキーに新カードフェアリーの黒幕を採用したデッキです。フェアリーの黒幕は 2-1 瞬速飛行で、相手が各ターン2枚目のカードを引くたびに自分もワンドローするという効果を持つカード。今のマジックは手札入れ替えやキャントリップが多いので、この効果を存分に活かせる環境になっています。インスタントタイミングで動きたいデッキなので瞬速を持っているのが嬉しく、2ターン目に対抗呪文を構えつつフェアリーの黒幕を出す動きが作れるのが優秀。長馬先にはできないゲートです。タフネスが1しかないので連と6番がネックとなりますが、相手のエンド時に出して攻撃しに行くのも可能なので全く太刀打ちできないということはありません。相手を撹乱した後には必殺の死の国からの脱出、一気にリソースを取り戻して勝利につなげましょう。というわけで今回は機械兵団の進軍の新カードを使ったデッキを8つご紹介していきました。個人的には秀嗣爆発がかなりお気に入りなので、ぜひ一度試してみたいですね。皆さんもこういうデッキ結構いいんじゃないかというのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。